爽やかすぎるカバック CM が話題のナンバーアンダーライン愛ひらの章も10から30代女子が選ぶ海が似合うイケメン第4位以下夏といえば海ということで本サイトでは10から30代の女性100人に海が似合うイケメンについて聞いてみたアンケートサイトボイスノート調べ第6位3.0%は ナンバーアンダーラインアイの平野翔横浜流星、鈴木良平、伊藤秀明、桐谷健太、早見もこみちが同率でランクイン。ナンバーアンダーラインアイ平野翔はグループ初のフルアルバムノーアイが9月23日にリリースされることが話題。7月にナンバーアンダーラインアイのメンバーである岸優太、神宮寺優太と共にマクドナルドの CM たっぷり行こうぜ。 海辺で、海をバックにオープンカーのハンドルを握る姿を披露している。笑顔が素敵だから、30歳、女性事務職。日焼けしてるから、35歳、女性会社経営役員。実は平野翔とは、プライベートで大親友だという横浜流星もランクイン。11月には主演映画、招体が公開予定。 2025年には NHK 大河ドラマベラボースタジュ映エカの夢話で主演を務めることも話題になっている。横浜は2022年放送の安倍博主主演ドラマ DCU-TBSK のためスキューバダイビングのライセンスを取得し主人公とバディを組むダイバー役を熱演、鍛え上げられたたくましい肉体美が話題になった。爽やかなイケメンだから 31歳、女性、事務職。青色が似合うし、海も似合いそう。運動神経が良いので、24歳、女性、公務員。鈴木良平は、4月配信のネットフリックス映画、シティハンター、で主人公の超一流スイーパーサイバー両役を講演し、注目を集めている。鈴木は2021年放送のバラエティー、 1>, 1億3000万人の小チャンネル。日本テレビ系で、魚の群れと泳ぐことが夢で、それを実現するため、スキューバダイビングに初挑戦していた。体が引き締まっているので似合いそう。39歳、女性。海の男みたいな体つきをしているから、31歳、女性主婦。伊藤秀明といえば、2004年公開の映画、海縁シリーズで、 主人公の一等海上保安士役を演じたイメージが強い。伊藤自身もスキューバダイビングが趣味だという。伊藤は7月1日にインスタグラムで所属事務所を退所したことを発表し、話題になった。海援のイメージが強いので30歳、女性学生フリーター。筋肉質なのでサーフィンなどをしている姿が容易に浮かぶ。 25歳、女性主婦。桐谷健太は、英雄の人気 CM、サタロ郎シリーズでの浦島太郎役の印象もあり、2015年には同シリーズの CM ソングとしてリリースされた、海の声がヒット。参戦を弾きながら海に向かって歌う姿が印象的だった。CM の浦島太郎役のイメージがあるから、15歳、女性学生フリーター。 海の声という楽曲を歌っていたから、19歳、女性学生フリーター。早見もこみちは料理図として知られるが、インスタグラムではアウトドアでのキャンプ飯を作っている様子などをアップ。最近は顎と口元にヒゲを生やしたワイルドなルックスもフォロワーからより非常に小さい安定の、イケメンより非常に大きいより非常に小さい大人の色気。 より非常に大きいより非常に小さいめ、ちゃめちゃかっこいいより非常に大きいと絶賛されていた。白い歯と浅黒い肌、高身長なのに小顔なところが似合うなと思った31歳、女性企画マーケティング。肌の色や雰囲気でそう思った27歳、女性営業、販売。